こんにちは、MB、です。今日は2024年夏今買うべきパンツ特集というわけで今回はユニクロ GU 無印ザラの枠を飛び越えてですね僕が認めるファストファッションで今買うべきパンツをずらっと紹介していくコーナーでございますファストファッションの中で今買うべきパンツはこれだずらっと紹介していくのでぜひ総集編的に使っていただければというふうに思います ないとパンツでかっこいいのが見当たらないという人はこの動画を参考にぜひチェックしてみてください紹介するアイテムは全て概要欄に基本的に記載されていますのでそちらから飛んでいただければいいかなというふうに思っておりますよろしくお願いいたします本編に入る前に私毎週日曜日夜9時から MV アイテム作っています発売しています毎週日曜日必ず新作が出るように計画立てているんですけどこれがね本当に頑張ってやっておりますハイブラランドとかラグジュアリーブランド とかが使使ううようなもう究極の素材を使ってですね例えばコットンだったらシーアイランドコットンウールだったらビシューウールだったりとかビシューのウールですねビシューのウールだったりとかカシミヤ使ったりとかアルパカ使ったりだとかレザーだったらエルメスが使ってるそのアノネイだったりとかねマルジェラが使ってたグイディレザーだったりとかもうほにそういったものメガネだったらトム・フォードが使ってるマツケリっていうフレームだったりとかもう究極のブランドたちが使ってる素材 を使っ。 どれだけコストをを落とせるかっってていいうのをやっています、まあ、僕が作って僕が宣伝して僕が売っているので中間マージンほとんど存在しないから他のブランドに比べてかなり効率的な最適な値段を出すことができるんですねでしかもうち受注生産なので生産販売と違ってコストもギリギリまで落とすことができる受注販売だと無駄なものを作らないので廃棄のリスクとか売れ残りのリスクがゼロにできるわけですねなので、まあ、ギリギリのコストを責められるのでぜひよろしかったら概要欄の方から m b アイテムスターのリンク 見てみてみください本当にですね服好きな人だったら見てわかると思うけどよくこの値段でやってるなって結構びっくりするレベルのものたくさんあると思います是非チェックしてもらえるだけでも嬉しいですよろしくお願いしますさあ本編いきましょう。 今買うべきパンツ。まず一つ目。ユニクロワイドフィットチノ。こちらですね。ワイドフィットチノ。3990円です。これ YouTube でも紹介して結構バズっていましたけれども、これユニクロ史上最高傑作と言っても過言じゃないかなと僕は思っています。いわゆる今のトレンドの形ですね。若干カーブがかかっているシルエットのパンツです。カーブって何ぞいって思うかもしれないけど、ウエスト周りは結構フィット感があるんですよ。今までのワイドパンツっていうのは、 ストにもタックが入っていた。 タックってありまますすよねねみたいなのこうこうつまんででる部分です、ね、タックが入ってるとウエスト周りもこう膨らみが生まれて楽になるしクラシックな印象が出るんですけれどもタックが入ってるワイドパンツって上から下までズドンと太いものが多いんですけど今回のこのユニクロがやってるワイドフィット知能っていうのはタックがないんですねノータックでウエスト周りもフィット感があるでも膝に向けて少しこう広がってるで裾はちょっとテーパーとしてるっていうこういう卵っぽい形になるのね。こういうい にすると何がいいかっていうのがまず一つ硬い素材を使ってるっていうのもあるんだけど足のラインがほとんど拾われないんですよストンってなるものはワイドパンツであろうともまあ、大体足の凹凸って出ちゃうんですけどこういう硬い生地でカーブ型のシルエットを作ると膝だったりとかもも周りだったりとかの自分の体の凹凸っていうのがほとんど見えないからつまりどういうことかっていうと足の形が割ろうとよかろうと長かろうと短かろうと 想定されてるシルエットが誰でもきれいに出せるっていうのが。 大きななメリットんんんでですすね、まあ、その代わりももちろん制約もあるんです、ね、えー、これでこうスッキリとした細身にはもちろんできないわけ構造的にねで硬い素材がないとそれが実現できなかったりとか一定のアイテムしかこのパターンって生きないと思うんですけれどもただこのチノに関しては硬いチノに関してはこれがもう最高クラスの出来なんじゃないかなと思いますこれじゃあウールのスラックスでもこのパターンやってくれって言われるかもしれないけどつるっと落ち感のあるものだとこのパターンってあんまり綺麗に生きないんですよ構築的なシルエットを作るために固い素材 じゃないといいとけないのでこちらもツイルのののガガチガチ硬いい素材にななっていますなのでサッカーやってて足の形がちょっと不安とかねで足が短くてあんまり綺麗に見えないとか特に日本人は足太めの方が僕含め多いのでちょっとコンプレックス持ってる方も多いと思いますでそういった方でも例えば華奢な人でもいいんですよ足がどうしても綺麗に見えないという人はこちらを選んでもらうといいんじゃないかなというふうに思いますまあ、すごくトレンドの形ですよねでこのワイドフィット知能なんですけれども、まあ、通常モデルもいいんですけど個人的には丈長めのモデルが いいいいいかかなななとと思っっていますすこれ丈なんか知んないけどちょっと短いんですよユニクロのこのワイドフィットチのなんで竹長めの方がどちらかというといいんじゃないかなと思うし今はねプラットフォームのシューズとかが多いと思うので靴底がこう厚くなってるものが多いと思うからまあそういうシューズ身長漏れたりとか足の長さとか漏れたりするシューズを履かれてる人は特に竹長めモデルの方がおすすめかなというふうに思っております続いていきましょうパラシュートカーゴショーツ2990円これも何度も喋ってることなんですけど本当にねショートパンツ探してる人これ 1>, 1回騙されたと思っていいから履いてみてくださいこれむちゃくちゃいいですよ僕東南アジアとか行くことよくあるんです出張で行くことはよくあるんですけれどもこのパラシュートカーゴショーツむちゃくちゃ使っています何より収納性が非常に高いっていうのとシルエットがむちゃくちゃ綺麗さらに耐久性が高いとで値段もそんなに高くないこれどこに文句のつけようあるんって話でこれナイロンなんだけどいわゆるメモリーナイロンみたいな天然繊維っぽいシワ感のあるナイロンを使ってるのでいわゆるスポーツショーツっぽい印象は ないんですよこれね本当 本当にいいよ。シルエットに関しては、膝上だけの幅広っていう、足が一番綺麗に見えるコンビネーションですね。膝下になると足って極端に短く見えてしまうし、まあ、あえてそれを選ぶのも、ストリートの文脈では全然ありだと思うんですけれども、だけ短い方が基本的には足長く見えるし、裾幅って広い方が足細く見えるんですよ。キュッとなってると、当然その分足パンパンに見えちゃうので、まあ、体を細く見せようと思ったら太いもの、体を太く見せようと思ったら細いものを選ぶのが、え洋服の中 中ではセオリーなんですけれどもこのパラシュートカーゴショーツに関しては膝上だけで裾幅広めになっているので足が長く細く見えるわけでむっちゃ綺麗な下半身が出来上がりますこれ本当に騙されたと思って買ってみてほしい耐久性も抜群でガラガラ洗ってすぐ乾くしさすがユニクロって感じです続いてチノショーツのリラックスフィットバージョンこれ今年から出てるんじゃないかな今まで定番で展開されていたチノショーツまあ多分ラルフ・ローレンのショーツ ショートパンツとかを競合品としてねコンペチとして設定して作ってんじゃないかなというふうに思うんですけど個人的にはラルフのショートパンツこのリラックスフィットは超えてんじゃないかなというふうに思います2,990円でよくこのクオリティ出せるなって感心しますねシノショーツの一番いいところは経年変化ですシノの,の素材がまあ、2,990円つったって大した素材じゃないでしょって思うかもしれないけどこの素材に関してはガチですよ結構びっくりする素材使ってます本当に3年ぐらい使った人はわかると思うんだけど 3年ぐらい使っていくと退職してくんですよ白抜けしてくるんですね生地がだんだん生地に当たりがついてきてヴィンテージのショートパンツみたいにめっちゃかっこよくなってくるんですよしかも使い込んでくると生地が痩せてきて落ち感が強くなってくるめっちゃかっこいいですこれあのユニクロの人に何年履いたって言ったかな結構履き込んだ血のショーツとか見せてもらったんですけど信じられないぐらいかっこよかったですとてもユニクロに見えないなのでこの生地感って結構使い込めば使い込むほどかっこよくなってくると思います,からぜひです 根気強く何年も使ってもらえればデニムと同じですねやってもらえればいいかなと思うのと今まで血のショーツってちょっと僕タイトすぎたっていうかコンパクトシルエットすぎてまあいいんだけどまあ自分が履くにはちょっとなーって思ってたんですよまあ、今のご時世あんまりコンパクトフィットのショートパンツって逆におじさんっぽく見えるしなんかあんまり好きじゃないなーって思ってたんですけど今回リラックスフィットバージョンが出て全体的にちょっと緩めになったんですねまあでもそんなダボダボしてるような感じではないんですけどこれがね 抜群に形綺麗になりました。なので、えー、まあ、ややね、そのさっきのそのなだっけ、パラシュートショーツと比べると、もうちょっとそのアメリカン寄りな雰囲気ではあるんですけれども、ポロシャツとかと合わせて、まあ、それこそラルフローレンみたいな着こなしで着てもいいし、ただ少し緩めなので、ストリートっぽく合わせても全然ありだと思います。もう色味もですね、豊富に揃っていて、どれも本当に風合い発色いいです、えー。オリーブカラーとかブラウンカラーとか、発色が普通の安い地のだと難しいところも、この地の生地だったら。 バッチリ高級感のあるショートパンツがしっかり出来上がっています個人的にはタックを入れたクラシックモデルも出してくれると嬉しいなと思うんですけれども、まあ、まずはこのリラックスフィットをぜひ手に取ってみてください続いて GU いきましょう GU はまあ間違いなくこれでしょうバレルレッグジーンズ2990円ちなみにこれ丈長めモデルもあります2990円同じですバレルレッグジーンズはさっき紹介したワイドフィットチノと説明全く一緒です、えー、ウエスト周りがフィット感があって膝にかけてこうグーッと膨らんで そにかけててちょっっと細くなってるテーパーパド型いわゆるこの卵型っぽいような形になってるのがバレルレッグの形ですねバレルレッグっていう名前自体は僕この GU さんがやって初めて知ったんですけれどもまあ一般的に別に使われてる名前っていうよりは、まあ、GU がバレルレッグって名前付けてやってるっていう感じが強いんじゃないかなというふうに思います別にねこういうの得意なブランドニコルソンスタジオニコルソンとかも別にバレルレッグみたいなことを打ち出してたりはしないしもしかしたら商品名につけてるものもあるかもしれないけど、まあ、GU が打ち出して今後名前が広がる わかりそうな感じがしますけどこれねほんとただのデニムだって思うかもしれないけど、まあ、正直通販の写真だけ見てるとあんまり違いが分かんないかもしれないけどこれ自分の足で履くと明らかに違うのが分かるので1回履いいててみて欲しいですこういうシルエットが絶妙なものっていうのは写真でで見ても正直あんんんまりわかんないんですよただ我々は自分の足の形を知ってるからその上でこのアイテム履くとあれいつもの足の形と全然違えっていうふうに あの新鮮な驚きがあるはずです本当に足のラインを拾わないで綺麗な落ち感のある印象になってくれますでさっき説明してもれたけどワイドなんだけどワイドに見えないっていうのがこのパターンの一番いいところかなっていうふうに思いますワイドなんだけどダボダボ感がないんですよワイドなのになぜかすっきり見えるっていうのがこのバレルレッグだったりとかカーブパンツのいいところだと思いますウエスト周りだったりとか裾周りだったりとかメリハリをつけているのでワイドではあるんだけれども全然ダボダボ感がないだから今までのワイ ワイドってどうしてもワイドパンツって子どものものでしょうとか若者のものでしょうって思ってる人特に30代40代以上のおじさんワイドパンツどうしても乗れませんっていう人この機会にぜひ行ってみてくださいワイドパンツあなたが思っているよりも断然進化してますアパレルって本当に売るために何でもするので結構ねパターンだったりとか素材だったりとかどん,どん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 進化していくんですよだからワイドパンツが流行り始めてもう7年ぐらい経つと思うけどもうここぐらいになってくるともうワイドってズドンって 太いいワイドじゃなななくててみんないろんろ試行錯誤をしてですねより綺麗に見えるものよりすっきりかっこよく見えるものっていう風に進んでいって今パターン最高だと思いますもう各ブランド素晴らしいパターンのワイドパンツが出てきていてうちもそうですけどワイドってほんと今買うべきですねもう5年前6年前のワイドパンツと全然形違うので試しに履いてみてくださいさらにですね GU からナイロンカーゴショーツですこれ正直ですねユニクロのパラシュートカーゴショーツとちょっと存在似てるんですけれどもこっち が好きっていう人も多いんじゃなないいいかなという,ふうに思いますこれね多分競合として設定しているのは台ワだと思います台ワのショートパンツに形もパターンもそっくりなので、まあ、おそらく台湾を想定して GU、えー、なりに考えて作ったアイテムなんじゃないかなというふうに思いますナイロンこちらもですね先ほどのパラシュートカーゴと同じようにメモリーナイロンでシワ感がついているのであんまりスポーティーな印象はないですで大きなポケットが2か所ついていてどちらにもジップがついていますシルエット的にはさっきのパラシュートカーゴと似ているので、まあ、色だったりとか わずかかななディティテールでで選ぶしかないんですけれども正直機能性で言えばこっちの方が上です。ジップが付いてるカーゴポケットなので何か大事なものを入れた時にジップ閉めておけるのですごく便利。セキュリティ的にいいですね。あとはウェービングベルトが付いてます。ベルトが付属してあってウェービングベルトで片手で閉めることができるので非常に楽です。もともとウェービングベルトはこういう,こうクライミングの時ですね。クライミングの時に手がね埋まってたりとかアウトドアの時にまあなんか持ってて手が埋まってたりとかする時にさっとこうウエストをこう調整したいという需要が あるわけですよまあそれ以外にもあるんだけどパンツって結局落ちてくるじゃないですか、まあ、どんなに高性能なベルトでもずっとこう荒れてたりするとこの摩擦とかでだん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 パンツって落ちてくるそれはしょうがないことなんですけどその時にまあいちいちこうベルトをこうギュッギュッってやんなきゃいけないわけでしょでもウェービングベルトだったらこう何か片手で持っててもギュッってこれだけで終わるんですねすごく便利なのでまあアクティブな夏の時期にはこういうウェービングベルト付きのショートパンツとかよく出るんですけれどもまあそういったものも含めてですねこちら機能性ポケットの数収納性含めてかなり クオリティ高いですまあ色展開がただパラシュートカーゴとちょっと違うので、まあ、素材化ももちろん違うしデザインも違うんですけれどもまあ似たアイテムではあるんですけれども色だったりとかギミックの多さ少なさで選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います僕は正直どっちも好きです、えー、続いて gu スウェットハーフパンツですこちら値段もかなり安いんですけどこれね意外と耐久性高いんですよ僕3年前か4年前ぐらいにこのスウェットハーフパンツ履いてルームウェアとしてずっと使ってるんですけど全然ダメにならないんですよね スウェットっっててそんななに長持ちするかなっていう特にこういう柔らかいスウェットなんですよこれ柔らかい薄手のスウェットなんでなんかすぐダメになりそうな気がするんだけど全然持ちますねルームウェアとして僕ガツガツ使ってるけど別に風合い恥ずかしいぐらいに落ちてはないし退職もしてないしこれなんかすごいいいアイテムだなと思います、まあ、何より着心地がいい、まあ、僕はルームウェアとして使ってるけど普通に普段着としても使えるぐらいシルエットも綺麗ですやや幅広で膝上だけなので足長に見えるしスウェットし スウェットの素材感もですねポリエステル、えー、30ぐらいかな入れてあるので光沢感がちょっとあってですね普通のメンスウェットよりも、まあ、高級感あって見えますね、えー、まあ自が使うスウェットってまあまあ正直値段も値段なんで、まあ、他のねハイブランドとかと比べたらたかが知れてる存在ではあるんですけれども頑張って綺麗に見せようっていうのがすごくよく伝わってきますね、まあ、コストも抑えてですねジップ周りとかつけないようにしたりとかフロントのジップとかつけてないんですけどつけないようにしたりとか、まあ、省略すべきところを省略してですねなるべくコストを 抑えて低価格で綺麗に見えるようにということを頑張られていますこれ本当名作じゃないかなと思います続いて無印 えー『洗いざらしブロードイージーショートパンツ』これ毎年展開されてるものですけれども『洗いざらしブロードシャツ』っていう無印の名作がありますけれどもそのシャツと全く同じ素材を使ってショートパンツを作ってるシリーズなんですよこれ去年も出てたと思うんですけれども光沢感がすごく綺麗でいいですでシルエットはちょっとコンパクト気味なんですけれどもただ膝上膝ジャストぐらいの丈で履けるし裾幅もそんなにタイトではないので、まあ、足も長めに見えます,すっきりと綺麗に見えるでショートパンツ でもこれブロードの素材を使ってるので光沢感めちゃくちゃ綺麗でしかも薄手なんですよなのできれいめに見えて、まあ、高級感あって大人っぽく見えてしかも着心地もいいとあんまりないですよねこういうシャツ素材で作る短パンってねそんなに他のブランドでは見たことないんですけれどもなかなかあおすすめでございますしかも洗いざらしブロードと同じ素材使ってるので洗いざらしブロードシャツを上に着てこのショートパンツ履けばセットアップにできるんですよねちょっとちょっとだけですけどプラダ ぽいいというかねむちゃくちゃかっこいいと思います続いて、えー、無印ヘンプコンタックストレートパンツ4490円、えー、になっておりますこれもいいアイテムですね、えー、4990円がまあ高いと捉えるか安いと捉えるか難しいんですけれどもヘンプなんですよこれ、まあ、ヘンプって朝とあの似てる素材なんですけれども朝と同じように光沢感があってシャリ感があって通気性があるような夏向けの素材になっていますでヘンプって朝よりもちょっと硬いイメージあると思うんですけれども、まあ、生地だったりとか 作り方によって全然違ってくるのでこのヘンプ生地に関してはリネンと同じように柔らかくて薄手なのでいわゆるヘンプっていうと固いなんかこう カゴバッグとかで使うみたいなヘン風を想像するかもしんないんですけど、えー、じゃなくてリネンと同じような感覚で使える素材になっていますでヘンプなのでリネンなので、まあ、光沢感がすごく強くてですね天然繊維として非常に希少な高級素材なので見た目の印象むちゃくちゃラグジュアリーなんですよでも4490円さすが無印って感じですねシルエットもですね通販のページの写真あんまり僕良くないんじゃないかなって思うもうちょっと綺麗に撮れないかなって思ったんですけどこれ実際に履いてみるともっと かっこいいです通販の写真だとなんかちょっとずんぐりして見える気がするんですけど実際履くともっともっと全然綺麗タックが入っていてクラシックなシルエットになっています、えー、ウエスト周りは緩めなんですけれども裾に関してグッと細くなっていて、まあ、いわゆるワイドテーパードの形になっています、まあ、光沢のある生地感で高級感があってシルエットも今風でセンタークリスもほとんど消えないこれ半永久で消えないやつじゃないかな、えー、センタークリスも消えないような仕様になっていて、まあ、洗っても全然大丈夫っていうすごくいいアイテムになっていますあの シワの入り方が程よくていいんですリネンのパンツって洗うとすぐもうぐしゃぐしゃのしわしわになってなんか妙に安っぽく感じることも多いと思うんですけどこの無印のヘンプってポリエステルの効率ちょっと高いんですよね53%ポリ入れてるので結構シワが消えるんですね。ももううう洗っただけけでもう本当にこう干しとけば あるる程度のシワは消えてくれるんですよでもヘンプの持ってるあの独特のこうシワ感というかあのシャリ感みたいなものは若干残るので、まあ、完全にシワがつかないわけじゃないんですけどそれがいいですよ、ね、リネンとかヘンプのパンツってシワがつきすぎるとちょっとだらしなく見えるしつかなすぎてもそれはそれでなんかこうヘンプとかリネンの美しいこの天然繊維の感じが出ないじゃないですかこのちょううどどいいいバランスって難しいと思うんだけどこの無印に関してはポリエステルの効率ちゃんとこうあの気をつけていて程よくシワが入るようにしてあるのが むちゃくちゃいいなというふうに評価しています続いてギャップですオーガニックコットン90年代ルーズフィットデニム えー、ナインティースルーズフィットデニムっていうものかな7990円これめちゃくちゃいいですよやっぱギャップってデニムすごいですね僕ギャップ正直そんなに好きじゃなかったんですけどあのジーンズに関してはやっぱちょっと違う、まあ、ジーンズっていうとユニクロの貝原がパッと出てくるかもしれないけどいやギャップちょっと試してみてくださいあのねリジットのデニムに関してはあのセルビッチのユニクロすごいいいなと思うんですけど色落ち加工がギャップ結構こだわっていて面白いですなんかブラウン の染料を上に乗せてすごいこうアメリカンに仕上げてあったりとかクラッシュしてあったりだとかシルエットもちょっとこうユニクロとかにはない遊び感があってですねトレンドっぽい Y2K のシルエットになっていたりだとかこ本当にかっこいいで色味もですねこのルーズフィットデニムに関してえ黒系のまあグレーデニムみたいなのもやってるのでまインディングもやってるんですけどグレーデニムってねほんと90年代のイメージあるじゃないですかもうこれほんとかっこいい古着っぽくてめちゃくちゃいけてますでシルエットも細すぎず太すぎずのほんのりちょうど いいぐらいのルーズフィットでで落ち感も結構あるんですよ、まあ、ていうか正確に言うと結構僕好きで履き込んでるんですけどもうクラッシュが入ってるモデル買ったんですけどクラッシュもだんだん裂けてきちゃってもうボロボロになってきたんですけどこれ簡単に落ち感出てくるんですよ履き込むとどんどん生地柔らかくなってくれるのでもう何回か履いてるだけでだんだん柔らかくなってくるのが分かりますそうするとシルエットもどんどん綺麗に見えてくるので履き始めだけやっぱ硬くてちょっとこうクッションが気になるかもしれないんだけど着てくと本当に落ち感強くなってきてくれてす すすごいいシルエット美しいで7990円で他のファストと比べると確かにちょっと高いんだけどやっぱ持ちは持ちやでアメリカンなデニムに関してはギャップが一番クオリティもしかしたら高いかもしれない素材感もですねシルエットもちょっとブランド見えするようなものを作っています最後はザラ、えー、トップステッチリネンパンツ8590円これめちゃくちゃ僕好きです、えー、インディゴに似せたネイビーカラーのリネン素材を使って白ステッチを入れて てあるんですね、まあ、そうするとリーのデニムみたいなリーの,そのペインターパンツみたいな雰囲気になるんですけど使ってる素材はリネンなんですよこれインディゴにしか見えないと思うけどリネンなんですよだから光沢感めちゃくちゃ強くてでデニムと違って通気性すげえ高いので夏場に来ても蒸れないししかもデニムっぽいんだけど高級感がむちゃくちゃあるっていうラグジュアリーな雰囲気のアイテムになっていますこれすでにですね完売してるサイズも多くて値下がりしてるんですけれども是非押さえてみてくださいこれ にに普通に白 T とか合わせるだけでワークっぽいスタイリングになってるんだけどでもよく見ると全然ワークじゃないラグジュアリーになってるからワークな格好なんだけど大人っぽくて高級感があるっていうだから普通の人が街行く人が見たらなんかあいつ普通なんだけどむっちゃかっけーなみたいな評価になるわけこれが大人かっこいいよね大人のおしゃれですよね是非手に取ってみてくださいというわけで今回は「今買うべきパンツ2024年夏バージョン」お届けいたしました全て概要欄に url 貼ってあります。ぜひチェックしてみてください。売り切れする可能性もあるので、お早めがおすすめでございます。えー、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。また僕メンバーシップやっております。メンバーシップではさらにディープなお話やってます。僕が普段何を着ているのか、ユニクロとか gu じゃなくてブランドものは何を買っているのか？最近何がおすすめなのか、ブランドって、そもそもどういう存在なのか、皆様の質問に答えるコーナーだったりとか、皆さんのお家に行ってワードローブを確認する。コーナーも今後やろうと思っています、えー。かなり盛り上がりがあるメンバーシップです。 ぜひよかったらチェックしてみてください。概要欄、メンバーになるボタンから参加してみてください。それではまたお会いしましょう。MB でした。バイバイ。